皆さんこんにちは、こんばんは。いつもは柏には負けられないでアシスタント MC をやっております、 J リーグ大好きリーです。そして今週もアシスタント MC になってしまいましたプーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今回も立場逆転ということで、番外編オフシーズンの新加入選手の第3弾の動画になります。まあ、ということでですね、まあ、第1弾、第2弾と今までやってきて、なんか、いつもよりも視聴回数も多く、ちょっと好評なのかはわからないけど、伸びているということで、まあ、まだまだジェフには新加入の選手いっぱいいます。ということで、今回紹介する選手はこの2人。モンテディオ山形から加入してくれました、大月選手と末吉選手ということですね。来ましたね。大月、ね、我々は苦手ですよこういう選手。というかまあ普通に多分ジェフ戦で結構しっかりやられてるはずなんだよね、大月選手とかに関してはイメージありますよ、やられているイメージが。そうとか、そう、末吉選手もあの5対1のね悔しい負けの時にスタメンで出てた選手だったりするのでまあなんか結構苦いシーンもね、そうだね、 PK の時とかありますし、まあなんか本当に敵として嫌だった選手を二人ちゃんと獲得したということで、本当にこれだけでもね、心強いなぁなんて思ったりしますが、まあじゃあジェフではどんな風にプレイしていってほしいのかっていうのを妄想全開で喋っていこうかなと思います。ではまず、一人目の大月選手から行ってみましょう。まあなかなかね、前回第2弾の時かな、いろいろ話したりはしたんですが、フォワードの補強がまだ足りてないんじゃないかという中で、今年のエース候補になるかもっていうね、そんな選手ですかね。まあ、そうね。また川又とは全然違うタイプのフォワードが。まあそうですね。加入してくれる。178センチということで。身長はそこまで高くはありませんが、まあこの後ね、プレイスタイルなんかも話していきますが、まあ過去いたチームが湘南、ヴィッセル、モンテリオということで、まあヴィッセルはあれだけど、フォワードがね、走らないと成り立たないチームでずっとプレイしてるということで、ね。ヴィッセルのイメージないわ、まあ、でも確かに。ああ、本当に。まあ結構ね、試合にも出てたんだけど、まあやっぱり湘南のイメージが強いですか ね、この選手に関しては。っていうことでね、まあジェフでは誰みたいっていうのがね、結構当てはまる選手が少ないんじゃないかなっていうところもね、思うんだけど、まあ我々はこんなプレーを期待したいよというのが次のスライドです。まあもう湘南ベルマーレにいたということでね、なんとなく想像できるかもしれませんが、やっぱり走れる選手なんですよ。いやなんかさ、フォワードに対してどんなプレーを期待するっていう時にさ、前線からのプレスを期待するっていうのもさ、うん、おかしな話だけど、まあそこが特徴というか、まあね、前からのチェイシングだったり、すげえ圧倒的にヘディングが強いとかさ、そうっすね、そういう選手ではないからこそ、今までで言うとこの必殺がさ、前から行こうぜみたいな船山だったりとか、はいはいはい、そういうところをね、またちょっと期待したりとか。まあね、今年久里選手とクレーベ選手が抜けてしまったと。なんか経験ある、そうですね、山下啓太選手なんかもね、抜けて、まあ得点力も抜け、ホストプレイヤーも抜け、まあベテランも抜けっていうところでね、結構なんかいろんな要素がフォワードとして抜けてるなっていうところで感じる中で、前線での役割もしっかりできて、まあ得点力もね、山形で2桁取ったことあるし、まあもうベテランの選手ということで、結構なんか一人でいろんなとこを補える、そんな選手かなって思うんだけど。だから抜けた中では結構山下みたいな、なるほどね、すげえポストプレーをするっていうわけでもないし、いろんな場所に動いてボール受けたりとかさ、はいはいはい、まあ非常に相方次第というか、生きるも死ぬも。まあそうですね。まあ今年ちょっとあのスタメンでの出場機会っていうのは減らしてしまったんだけど、まあそれはね、まあご存知の通り、ビニシウス・アラウジョ選手がね、まあ、ワントップで、まあ、大活躍したっていうこともあり、後半戦になって、まあそれでちょっと機会を減らしていたってだけなので、まあ去年ね、坂野選手が松本に抜けてからのもうエースで躍進を支えたというね、それだけの選手なので、やっぱり大月選手にはね、誰の代わりとかじゃなくて、やっぱり大月選手のプレーを見せて活躍してほしいなって思いますね。フォワードチームな感じをね、やっぱ前から期待したいですね。はい、まあジェフは2トップなので、先ほども言ってましたが、誰と組むかそれも楽しみですね。はい、ということでもう一人、同じ時期にね、山形からダブル獲得ということで、まあちょっとね、ジェフ界隈は沸きましたが、二人目の選手が、はい、末吉瑠衣選手ですね。若い24歳の選手です。同世代ですね、この辺は。あ、そうだね、小田選手であったり、まあそこら辺とね、結構若い選手入ってくるね。
完全移籍ですが、こちらの選手。サイドの補強が今年なんかすごい目立つじゃん。そうだね、福光選手しかり、サイドバックの選手しかり。しかも結構さ、今までのジェフにないタイプのサイドを取るというかさ。そうだね。で今までで堀米、かなり攻撃的にはなった、ね、矢田朝日みたいな選手が全然いなくなって、うん、縦に仕掛けるような選手をいっぱい獲得してますよね、今ジェフは。そうですね、まあ、この末吉選手もまさにそんな感じの選手ですね。まあ本当に若くて、まあ、身長もねこちらは166センチと小柄なんですが、まあ、本当に攻撃的に魅力のある選手ということで、まあ、どんなプレーに期待をしたいかというと、まあ、これね本当にまだまだ未知数ということでね、ジェフでの成長に期待したいなというところは大いにありますね。まあそうだね、まあ本当に1年目入団してすぐはね結構大きな怪我で全然試合に出れてなかったと。で去年ですね、2年目は途中出場を主に、まあ、31試合、まあ、かなり調子の良かった山形で出場して、まあ、結構名を上げた選手で、3年目になんとジェフに若いうちから移籍してきてくれたと。でさ、岩崎とさポジション争いがさ、はい、そうですね、してまあ本当に今シーズンの楽しみの一個なんじゃないかなって思っているよね。なんかまあ岩崎選手にしろこの末吉選手にしろ自分の形も持ってるけど、まあ今からね1年2年かけてジェフの色に染めていけるというかさ、まあ岩崎選手レンタルだけど、なんかそういう育て方というかね、そこにもやっぱり注目はあるよね。まあそうだね、サイドがねちょっと誰が出るかによって試合が変わりそうな感じが、はい、早く始まってほしいね。ちょっと2列目もサイドバックも本当に今年は激戦区ですね。そしたらだって次の動画でまたサイドバックを紹介することになっているんだよね我々は。まあそうですね、まあ本当になんかセンターライン今年結構さずっと強化として掲げてたわけじゃん。そうね、だ去年の会見的にもさセンターラインをまず固めましたと、うん、昨シーズンで。そうだね、うん、じゃあまあ言ってた、ね、妥当なのかサイドを補強するのはって感じだけどさ、まあね、ジェフから抜かれてんのセンターラインなんだよね、ほとんど。クレーベ抜かれて、山下抜かれて、まあ、鳥海選手も抜かれて、はいはい、去年さ、まあ本当にセンターラインを固めるんだっていう補強をしてきて、残っていれば最高の補強だったと言えるかもしれないが、みたいなところは、まあ始まってみないとわからない。まあそうですね。まあかなりでも、チームに関しては変わりそうだよね。そうだね、千葉銀もないからちょっと、どういうチームで開幕を迎えてくれるのかも、わからないからね。そうね、千葉銀カップもないからテストマッチないし、まあ本当なんかシーズンはね綺麗に迎えられるように頑張りましょう。まあそうですね、こちらもやっぱりまあなんか我々ができることは本当にねなかなかコロナを広めないことだと思うので、まあそしてね応援していくことだと思うので、まあまだまだね補強あるんじゃないかなんていう話もねあるので、注目して見守っていきましょうという感じですかね。そうですね。ではこの第3弾に関してはここら辺で終わりにしときましょうか。我々は Twitter、Instagram の方も、定期的に更新しておりますので、そちらの方もぜひご注目していただけたらなと思います。もちろん、補強動画は、第1弾、第2弾とありますので、そちらの方もぜひね、見ていただけたらと思います。こちらのチャンネルのいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。では、次の補強動画で会いましょう。柏には負けられない。